こんにちは、しばとです。今回はエドワーズのバイパーのレビューです。形はね、SG に似てるんですよね。 SG がグイッとちょっと傾いたというか、傾かせたような感じになっております。ヘッドもね、独特なシェイプになっておりますよ。バイパー知ってる人は知っている、でも認知度的にはそんなでもないのかな。僕の印象としてはスプレッドビーバーのカズさんがね、使用している印象がございます。このバイパーの特徴といたしましては、こちらワンハムなんですよね。男らしい仕様になっております。ダンカンの JB ですね、 SH4 が乗っかっております。しかもつまみはボリュームのみというね、ワイルド仕様ですね。ところどころね、高級感があって、まあ、パーツがねブラックだったり、あとペグにね五島のロック式が乗っかっております。こちらですね、ブラックかっこいいですよね。そしてね、ここバインディングがあるんですよ。見た感じはね、ちょっと高級感があるんですけれども、ジョイントはボルトオンになっていて、スカーフジョイントからと思いきやですね、これね3ピースのネックになっているので、スカーフじゃないですね。ハードメイプル、しっかりした作りになっております。そしてボディはアッシュ、塗装がですね、かなり薄めなマット仕様になっておりまして、木目がねかっこいいね。ちょっと見てもらいましょう。いい感じでね、木目がうっすらこうですね出てるんですよ。触り心地もね非常にいいです。スベスベで24フレット仕様で、ここがヒールカットされている状態なんで、まあでも深くはないですけどね、まあ、それでもねハイフレットの方は割と引きやすい感じです。バインディングがあるんで、ネックがね太いわけではないんですけれども、ちょっと幅があるような感じがしますね。ナット幅は42なんで通常通りと。でシリアルから2021年の製造かなと。バランス感はね SG に似てます。なのでね、ちょっとヘッド落ちはするかなというところですね。まあでもボディがねアッシュで若干重め、まあそれでも重量的には 3.5 切っているので、SG より若干重いかなっていうぐらいなんですけれど、どちらかというとこう軽いブルーな方かなと。ボディがねかなりねいい感じのアッシュになっているので、 SG ほどはこうガクンとは落ちないかな、まあ、アッシュメイプルに JB、 これ面白いんじゃないですかね。ちょっと鳴らしてみましょう。生音から、まあ、24フレットあるからなんかこう弦調が長い感じはしますね。 SG にやっぱ似てますね。ちょっとこっち寄りな感じですね。まあ、でも全然鳴りはいいと思います。ではクリーン系から、まあ、JB っすね。もろに JB っすよね。これはねやっぱ歪ませた方がいいギター。まずオーバードライブからいきましょうかね。めちゃめちゃ歪むんでドライブを抑えます。ちょっと深くしてみましょうかね。シャープさが出てきますね。してみましょうか。
せたらね、かなりいかついっすね。ローがね、ズボンズボンきますね。レスポールでもね、ローがね、ここまでね、来なかったと思うんですけどね。これすごいなぁ。まあ、こういったハードな感じの音がね、やっぱり似合いますね。まあ、ドロップでこうズンズン行きたい方におすすめのギター。マホガニーとあれまたちょっと違った感じのローの出方なんですよね。これはね、なんかこう輪郭がしっかりしてるというか、そういったところにね、こだわりたい人にはめっちゃいいかもしれないです。まあ、ローがね、こうボーボー言って何弾いてるのかわからないみたいな感じにはなりづらいギター。そんな感じはしますね。ちなみに指板はね、ローズウッドです。ぜひ、ハード好きな方は千葉管楽器で試奏してください。ご視聴ありがとうございました。島田でした。